刺激しちゃったかな。なんとなく君と出会って、なんとなく惹かれて、なんとなく始まって、なんとなく恋は終わった。感じたことを野方で歌いに来たさ、それだけで明日も晴れる。始まるよ純也人情、純也人情、さあ始まるよ、さあ始まるよ、夕焼けの集い、夕焼けの集い、今日は皆さん拍手は我慢してください。ギター阿部康史フロム蒲田酒もクソもありゃしない。顔のない人たちが顔のない歌歌ってら、目に見えるものばかりをあくせく追いかけて、残ったものはなんだ、みんな癒しを求めてる。感じた明日もハレルヤ。バラッパさあ始まるよ、さあ始まるよ、純也人情、純也人情、さあ始まるよ、さあ始まるよ、夕焼けの集い、夕焼けの集い、今日は皆さんよろしくお願いします。さあ始まるよ、さあ始まるよ、さあ始まるよ、ヘイ、さあ始まるよ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 、ヘイヘイ、一二三、はい、始まりました、はい、夕焼けブルースという歌でございました。はい、純也人情と、別にここからなんか鳩とか出てきませんけど、純也人情と夕焼けの集いと言いますが、選択しろって感じですよね、なんかここね。いや、本当にあの今日は野方ライブというサーキットということで、さっきあのね、あの話もあったんですけど、あのそちらの奥に常盤通りっていう通りがありまして、でそこの空き店舗で、何か面白いことを やろうっていう話が、啓太君から来まして、でそれで、去年1年間毎月のようにそこでライブをやっていたんですけど、そこの店空き店舗にテナントが入って、そこでライブはできなくなったと。そういう時にじゃあどうしようか、せっかく野方の、ね、人が縁があって交流をということで、その時にあのウホのオーナーの宮治さんがあの遊びに来てくれた時がありまして、そのライブに。でじゃ あの、ね、機会があったらウホさんでというようなことで、あの今年の6月にやったんです。僕はその時ちょっといろんなブルースがありまして、富山県にいまして、富山県からこちらにあの土産を送ってっていうような感じだったんですけどね、やっとできて、嬉しいです。そしてあの今日これ T シャツ、実は自分のグループのアルバムが1500円で14曲入っていて、それの買ってくれた方ありがとうございます。T シャツなんです。安倍さんも着てるのに見せたくないっていうのは、これ本当そうだから、いやいや感がね、いやいやいや感がこう、あ、おしゃれ、見せぶらみたいな感じ、今使い方間違っちゃう。そのアルバムの1曲目、歌ってブルーさん。さんを
せに風が吹かなきゃどこにも行けやしない。吹けよ風呼べよ嵐、そしたら明日にはこの街を出て行くんだ。あの子がいないこの街にはもう用はないのさ。また新しい旅が始まる、新しい朝が始まる。歌ってよブルースマン、あんたの腕言った。歌ってよブルースマン、あんたの腕言った。歌ってよ、歌ってよ。さあ、この阿部さんなんですけどね、なんと昨日ギターを買ったそうで、今日のライブのためにとか人とか市場を移せばなんとかなる。
ありますか小池さん。苦しい時だけど涙のみなんとかなりますか。どうにもならないことばかり、逃げても逃げても追いかけてくる。小説で街でを歌っても楽しもうということで、純也人純也家の集いもろこしボーイズ起き上がりこぼしなんですけどね、ギターっていうのは非常にポピュラーな楽器なんですけど、この楽器って分かる、そうですね、これはウクレレと言いましてね、嘘です、いやこれはブズーキと、あ、違う、マンドリンという楽器でして、2本ずつの弦がこう4箇所張ってあるので、1本切れても大丈夫っていうことではなく、そういうこう、こういうちょっと高い音の響きなんですけどね、今日安倍さんとそこのスタジオで練習してる最中に、このね、2本のうち1本切れちゃったんですよね。そしたら安倍さんが、でも予備って、そうやってあるから切れても大丈夫だよねって真顔で言ってて、安倍さん、本当に知らなかったのかな。ギター歴何十年の、これはね、バイオリンと同じ長弦っていうんでね、だからバイオリンはビオラセロっていうのと同じ、マンドリン、マンドラ、マンドセロ、ランドセルとか、まあ、いろいろ、どうしてくれるんですか。最後に本当にドッカンという、もう本当にチャーリー浜みたいな感じ の MC のあのグループが出てて、大雑把すぎるね。あ、お客さんがいらっしゃいました。ということで、さっきの歌でなるようになるさと歌っていてもと歌っていたんですが、なるようになるさという歌を歌って行きたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、ホイ。待って。
情けないやつだけど分かってもらえるさ。いつでもスポットライトに憧れてここで歌うのさ。さあ一個のあたへなんですけどね、今日いろんな楽器が出てマンドリンが出てきましたが、最後に出る京都からの起き上がり候補者スチールギターという、珍しいあのギターとあとはウクレレ あのご夫婦のユニットなんですけど、せっかくなんでスチールギターの山さんというんですけどね、山さんと一緒に、一曲やってみたいと思いますが、よろしいでしょうか。あ、はい、呼んでました、すいません。あの僕金曜日は彼らに呼ばれて京都に、までライブにやってきて、で青春18切符って皆さんご存知ですか。あの各駅電車は1日2730円で乗れるっていうの で12月10日からあの使用開始なんで9日のライブにね呼んでくれてね、使えないっていうことで、で次の日にあの18切符で帰って十何時間かけて帰ってきたんですけどね。ちょっと2日前にそう京都で一緒やって、なんか2日後にここでいるんで、だからそうそうそう、分かんないんですよ、なんかね。そうあれ、しかもあの彼もギターとても好きで、ギターバカっていうイベントで、その日になんか出演者のが持ってきたギター全部合わせて300何十万で12本並べてね。で前回がいくらだったんだっけ。前回540万。そういう全部倒したらなんかね大喧嘩になるんちゃう。そうだからちゃんと今日のなんかイベント保険に入ってるのかってちゃんと確認して。そんな1930年代のスチールギターを、そう真ん中真ん中で曲はあのイルミネーションソングという、あのこれからイルミネーションの季節なんですけど、あの木にあの電球巻きつけてるんで水やれなくて木が枯れちゃったりすることがあるみたいで、それはちょっと寂しいんじゃないかっていうようなね、あのエレクトリカルパレードとかあるじゃないですか。まあね、あの沖合こぶしのねお二人は明後日ディズニーランドに行くみたいなんですけど、明日ですかね。明日ついていかなかったんですよ。僕あんまり来たくないですけど、もうなんかねあんまり言うと後で怒られるんで。でも沖合こぶしはイルミネーションソングをカバーしてたりとかする。これでもこんな演奏珍しいですよ。じゃあ皆さんでイントロ、イントロっていうか最初と最初に僕は最初だよ。いや多分困って、あ、そうか、じゃあ、いや、テンポがやっぱりほら、そうですね、テンポ、あ、そうか、そうか、じゃあ行きます。わあ、僕のテンポが悪かった。知ってるかい、みんなが好きな満面電球、エコエコ言ってるお姉さん、クリスマス好きのお兄さん、電電電気の無駄遣い、毛細血管みたいに張り巡らされた電飾さ、
秋が枯れちゃったよ。でんでんでんきの無駄遣い、イルミネーションイミネーション、もっと自然を愛しましょう。イルミネーションイミネーション、星空見上げて涙しよう。じゃあ阿部さん、サボってるあれさ、原発で作られためでたい電気のパレードさ、あれは電気の無駄遣い、電気の無駄遣い、電光ちゃんが嘆いてる、心にもイルミネーション本心飾り立て。ありがとう、はい、後でたっぷり起き上がり講習やってくれます。ありがとう。どうでもいいことなんですけど、ちょっとね、あ、それも足上げててもらって、この足とか、すいません、どうでもいいんですけど、おー、すげえすげえすげえ、おー、すげえ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 、なんでそれ、すげえすげえ、うわ、初めて共演者と一緒にしょって、うわ、すごい、うわ、ほぼ一緒やね、これ一緒やね、ほぼ一緒やね、ほらこれシャッターチャンスですよ、これわ、すごいすごい、これすごい、足取られた、まあ、どこで買ったの、これどこで買ってきたの、これ嫁が買ってきたんで、いや、ユニクロで、これもらったんすよ。あ、そうか、ユニクロか、すごいな、ちょっと汚れっぽさも似てるなんか、いやいや、あれやそのいやありがとうございます。はい、いやいやいや、なんかすごい、すごいね、ブルース崩したですね、もう奇跡的ですね、なんかいや、なんか苦情でも来たのかなとか思って、ワンちゃんが下履いてたからなんて、あれマジかって、はい、山さんありがとう。いや、すごい、今日一番の盛り上がりでした、ね、なんですか。で、実はっていうのもあれですけどね、今日これ僕が使ってるギターは1965年ぐらいなんで、阿部さんのが70年、もうみんな今日みんな古い楽器を使ってて、こういう生でね演奏するときはやっぱりね、なんていうんですかね、いいこう綺麗な響きとかいうのは、そういう古いギターがねのいい持ち味なのかなと思って、ちょっとしっとりした曲で、やってみたいと思います。どっちつかずという、どっちつかずという曲を聴いてください。ワン、ツー、スリー、フォー。ここはまだ旅の途中さ、巡る季節の風を感じて、あてもなく続いてゆくのさ、交差点を曲がるか立ち止まるか、どっちつかずの中途半端優しい
歌は忘れないはず。の途中さ、深い深い霧の夜を行け。道すがら突然雨に打たれ、心も体もヘトヘトびしょ濡れなんだ。愛することは忘れないはず。ですけど、よかったら CD、ね、お願いします。あと、起き上がり工事も CD 持ってきてますか？あの去年一緒にやった時はホテルに忘れてたっていうね、そういう OK かな、そういうあとね、もろこしボーイズも CD、 あ、なのでね、全部ね、コンプリートするのもよし、まあ、ミュージシャンそうやってなんとかやっていくので、じゃあ最後、僕よく大船渡とか、被災地の方にも、歌いに行ってて、安倍さんともね、去年は一緒に行って、来月も僕行くんですけど、リアスの空にブルーソというアルバムの最後の曲でお別れしたいと思います。
また始まる。終わりから旅がまた始まります。野方ライブサーキットも時は通りライブから名前を変えて、なんとか2016年も12月ライブやれて、ありがとうございます。まだまだ野方をグルーヴさせていきたいですし、これからは地方とか地域の時代だと思うんで、音楽もそうあるべきだと思って歌ってます。遠く離れて寂しくなるけど気にすんな、おい、またどこかで会えるだろう。心のダムが枯れて泣きそうな、そんな夜は遠慮すんな、おい、いつでも物語戻ってきておいで。祈り続けない、準備するまでしばしご観覧ください。